切り替えっていうのは実は湘南ベルマーレのね一番の武器なんですよね、はい、さあシュートが来た湘南ベルマーレ21分追いついた。いや菊池俊介がね今日1列前にいる大きな意味出ましたね。決めたのは2番の菊池俊介。少しボールを動かしながらね、まあ、バイタルで受けて最後シュートで終わりましたけどね、まあ、素晴らしいゴールでしたね。やはりシュートは打たなければ入りません。距離はありました。ここですね、ブロックは作ってるんですけどボールホルダーに少し緩い、そして危険なゾーンで受けられて対応したの岩谷のところ